よーし、さあ行こう、左のところ。今見たら右やけど。逆から来てるからね。さあ行くぜー。わっ、あいついるじゃん。もう一体いるじゃん。もう一体いるじゃん。マジか。遠距離攻撃は有効。何でやんのか。大丈夫。遠距離攻撃なんてしない。俺は行く。一発。うわっ、くっ。こいつ。オッケー。スタミナがないな。まあ、しょうがない、こればっかりは。オッケー。よし、行ってこい。遠距離攻撃有効なのはわかるけど、そんなに時間かけるほどないの。敵、こいつ雑魚敵だぜ。雑魚敵だぜ。やぶだい。一回飲んで、あおう。なんこいつ連続攻撃、死ね、ボケが。あ、やべ、めっちゃ外す。やばい、危ない。一回飲んで下がるか。うわっ、こいつ、うわっ、くー。で、飲んで、こっち方向に飛ぶ。オッケー、攻撃、1、2、ひるむ、3、オッケー。2回攻撃できればな、もうひるむからな。これ後ろに回って、で、こいつ。オッケー。乱数で2回で死ぬわ。乱数2回やばいね。激アツや。わーお、完全に成し取った。くー、これ絶対死ぬんやな。くそ、完全に成し取ったわ。完全に、ミクマジ嫌い。もうほんと嫌い。初見殺しはなしでしょ。近いからいいけど、これすんごい長い道のりで宝箱やったーっていう時は嫌やな。あ、でもエストルフィン10個じゃん。やったぜ。かがり火戦でもいいんだ。人間にさ、1回だけかな。人間性をここで連続して使えば、多分ずっとエストルフィンが10個なんだろうけど。でもそんなの関係ねえ。行くぜ。1、2、3、オッケー。先手しよう。やばい。一定の距離まで来ると来るんだよな。でもこいつね、動いたらね、こいつ来るからな。一回これ走って逃げる。ポーンと。ダメだ、これはこれダメ。これダメ。こうして、ここまで逃げて、で、振り向きずま、何くっ、スタミナ足りない。無理。一回、これで一回逃げて、で、からの、ほい。あ、ほい。あ、せいや。オッケー。はい、来い。一回奥に行って、危ねえ、ちょっと下ったし。もう一発、うわ、当たられた。ギリギリ当たられた。やばい、危ねえ、罰が効かなかった一瞬。怖え。よーし、いいよ。その攻撃ね。オッケー。戦後行く。こいつ相手も落とさんかな。このミミックマジ許さん。マジで許さん。絶対に殺す。こいつ立ってくるんだっけ。ふざけんじゃねえよ、ボケよ。蹴ってくる、痛い。ひるむんかい。ねえ、オッケー、余裕ですわ。うえ、なんかアイテム。こいつ結構強いんだよね。お、決勝のハルバート。ハルバールート。よし、じゃこれで、一回打って、はい、大丈夫。
パスって2分の1外すって。オッケー、お、出た、レアアイテム。これはね、めちゃくちゃ欲しかった。さあ行くぜ、どんどん奥に行っていこう。で、毎回このでかいやつは倒すとめんどくせえな。レベル上げて、レベル上げしたいな。14,283。奥に行くのか。あ、これ光の中があるんじゃない。でも強敵注意とかないし、ただのあれかな、道かな。え、大王の力で封印されている。え、大王なんて言った。え、大王、いや、まだ道あるやろ、さすがに。これで道なかったら、ドラゴンのところに行くか、一時しのぎ、わー、あるじゃん。絶景、確かに絶景だ。あれ、こっちでよかったっけ。これ戻る道じゃないじゃん。戻る道だよ。あるじゃんじゃねえし。大王の力で封印されている？お前大王か？お、あ、結婚関係ねえじゃん。え、どうした？関係ないな。これチンコ切り落とすぞ。大王ってなんだ？さっきのガーゴール倒したけど、ガーゴール倒したよ。もっと別の道に行くってこと？いや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 、こっち行けるの？絶景はいいよ。マジで？マジで？まだ倒してないとこやつがおるのか。確かになんとかゴーレムみたいなのおったしな。マジっすか。大王の力で封印されている、わかんねえな。ヒントないの？これかな。これで入れん、入れんか。何もならない。マジっすか。別の道か。ちょっと探索するか。わかんねえな。こいつ殺していいんかな。切り替えるで、このメッセージもさ、この先攻撃ありってどういうことなんやろ。攻撃しちゃう？いや、絶対ダメよな。強化は強化してくれるもんな。マジで？ちょっと行くとこないな。ちょっとあれやな、竜のところまで戻るかな。ゴーレム、大王、大王の力。よーし、ではやっていきますか。いや、こっちのね、あれですよ、なんとかの、なんとかの、なんとかのなんとか、なんとかのなんとかっておかしいだろ。あれだよ、紋章、紋章の、あったじゃん、2万のやつ。あ、なんこれ。なんだ。これは進化。なんか進化できる。お、パスターソードが。あ、違うやん。お、うん。神聖ファルシオン。弱い。めっちゃ弱い。ね、こんなに弱くなるの？神聖ショート。神聖なのに。あ、神聖ができるってことか。素朴、なるほどね。ああ、なるほどね。OKOKOK。まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。アイテムで買うで、紋章があったんですけど、紋章買ったんですよ、実は。買ったんですよ。動画撮ってない時に。動画ミスですよ。もちろん動画ミスです。動画ミスして、あ、ミスしてるやんって言って、すんげえ奥まで進んだんですよ。よっしゃ、紋章のところまで行くぜ、っつってからね。もうね、動画撮れてなかった、もう押してなかったんですよね、全然。もうめっちゃショックで、1時間しか、動画撮ってないのに、もうショックすぎて、あ、もう今日やめた、やめたっつってから。もう今日もう、やる気なし。
まさかだったよ。しかもね、あの新天地に行ったんですよ。しかも最初のところ最初に行けたというん、あ、なんで最初に行けたというね、あ、敵おらんかった、あ、死んでる。最初に行けたんですよ、マジで。何回も言いますけど、もうマジでショックでしょうがないんですよね。あ、うざいだ、はい。で、こいつのね、あの、まあ、前回も言ったように、あの、草取れるんでね、すげえんですよね。あ、これね、これ。あ、これもね。スタミナ回復するやつが欲しいんですよね。で、この奥ね、行ったんすよね。鍵開けるぜとか言ってね。したらね、別の道があったという。あ、ここにね、あれ、これ、これね、紋章のね、壁があったんですけどね。あ、もうこれも開けてます。もうね、ほんと動画ミスしちゃってね、ほんとすいません。ほんとすいません。で、こっちね、こっちに道があったというね。マジでみたいな。うっしゃーと思って、ぐんぐん進んでいったよ、ぐんぐん。ぐんぐん進んでいって、なんか敵がここら辺にちょこちょこ出てきたんですけど、右側のところになんか入る道があって、うざいやつは殺していこう。あ、そうそう、こんなやつ乗ったんだよ。やべ、やべ、死ぬ。やべ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 、あとちょっと危ねえ。危ねえ。うるせえぞお前、一撃で死にくせに。こんなに乗ったんや。うわ、なんだ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 これ、なんか魔法か。うわ、危ねえ。これ最初に来れるところなんですよ。危なかったな、意外に。これ最初ですよ、最初。最初に来れる。で、すぐ右に行けたっていうね。紋章に目行きがちで、全然こっち分かんなかった。で、ここの、右、うわ、当たるのかい。よし、オッケー。ここね、この中ね、この中に入って、あ、ここやったっけ？このね、上にアイテムがあったとこかな。こっちじゃないかも。ここね、アイテムがあっただけ、かな。あ、違う。ここにね、ボスがいたんですよ、ボスが。月光町みたいな。しかも、それを一発でクリアして、やったぜ、みたいな。ね、けど、最初に来れるところだったから、なんか、戦争力ぐらいしかもらえんで、マジかよ、みたいな。うわ、月光町見したかったなぁ。もう最初からやりてぇ。最初からやりてぇ、マジで。もう RTA バリのこの速さで、ここまで来たいね。あ、で、この上に行ったんだ。この上に行って、死んだんよね、俺、ここで。なんかアイテムが上にいっぱいあって、あ、やったぜ、みたいな。で、そっから、そっから動画撮れてないの気づいて、みたいな。で、ダークソウルオートセーブなんで、もう取り返しつかんないですけどね。あ、ほらね、死んでる。これね。これで死んじゃったんだよ。落ちたんだよ。落ちて死んだことに気づいた瞬間に、あ、撮れてないっていうね。マジショックやった。で、多分ね、おそらくここには、多分もうなんもない。で、竜のところ行こうかなと思ったんですけど、まあ、やる気なくなってやめちゃうというね。それやる気なくなるだろう。もう1時間ぐらい、もう俺の、ね、弓使いをね、見してやりやがった。かっこよかったよ、俺。もうめちゃくちゃ弓で当てまくって、あ、こいつ、あ、なんだ、剣で攻撃できるんや、みたいな感じで、ふわーって近づいて、まあ、蝶みたいなやつなんですけど、でそいつをぶち殺して、やったぜっつってからね。で、なんかね、そんなにね、ソウル僕も全然くれなかった。多分ね、5000か3000か2000か全然覚えてない。全然覚えてないという。まあ、それぐらいしかもらってないんで、なんかもうほんと、カスみたいなやつでしたよ。で、なんか、鍵もあったんだっけ？全然覚えてないわ。だって毒、ああ、そう、これもらったんや、ソウル。月光町のソウル。うん、全然いらないという。何に使えばいいか全然わからんし。あと変わったことはないかな。多分ね、あ、ほらね、紋章ちゃんと買ってるんだよ。アルトリウスのね、紋章ね、これね。で、あそこ、あのさ、なんだっけ、上のところでさ、取ったよね、あそこ。
なんだっけ、なんかの鍵をさ、あ、これか、見張り塔の層の鍵、不死街にある見張りの、これがね、多分最初のところの、あそこ、なんか最初2回目のボスの、なんか、落ちて死ねみたいな感じで行った、あの、細い道の最初のボス、2回目の最初のボス、あいつのところの、下のところを開けてなかったから、多分あそこだと思うんですけどね。ただこれなんかあの加藤純一とモコのやつ見たら、なんだ、万能の鍵っていうのがあって、万能の鍵やったらマジで何でも開けれるみたいな、あマジかよみたいな、それがあればいろんなところ意外と、うわなんかおるやん、意外といろんなとこ行けるんじゃねって言ってね、万能の鍵にすればよかったかなと思ったけど、万能の鍵にすると変な道に行っちゃったらマジアウトなんでダメだな、詰むな。で、ここね、ここの紋章開けた後の奥、これめちゃくちゃ強いんですよね。正直行きたくないんですよ。なんでかって、ソウルがいっぱいあるから。ということで戻ります。実はモコとその加藤純一の動画を見て、別の道があったというね。あったの？っていうね。もう全然わからん。てか、マジわからんところにあった。本当に。え、こんなところにあるの？って。そういうところだけは見る。見ないとちょっとわかんねえわ。さすがにあれわかんねえわ。よし、行くぜ。レベルアップもして、筋力、とりあえず筋力をどんどん上げていく。いや、マジでね、わからんところにあるんすよ。だって俺、もう様々なゲームで、めちゃくちゃ迷ってきたのに、もうこんなんわかるわけねえやんっていう。やっぱコメントってでかいね。配信のさ、やつなんで、その、モコとその、加藤純一の、あれ、動画は。よいしょー。よいしょー。はい、オッケー。あれ？見たりしなんやったっけ？忘れた。やべ。くっ。うわ、下手くそ。うわ、下手くそだな。ああ、危ない危ない。おぶねえ、変なの使うところです。いやー、またね、あそこに戻りますよ。あそこね。